旧87中期中の旧87。機種の横に排気タービンが露出している旧87は、第二次世界大戦中に計画された日本陸軍の試作戦闘機。開発、製造は中島飛行機。防空、制空、襲撃など、あらゆる任務に使用可能な万能戦闘機として、開発された四式戦闘機、疾風は、行動半径4 0 0トルの要求であったが、 より航続距離も長く、かつ、高高度の戦闘に耐えうる戦闘機として機87が1942年に試作開始され、試作機3機と増加試作機7機が発注された。当初の予定では1945年4月には10機とも完成させる予定だったが、機84の開発が優先したことと新機軸を多く盛り込んだ機体だったため、実機の完成は計画より 大幅に遅れて1945年2月になった。本機は、岸右側面に大型排気タービンを備えて高々、旅の性能向上を目指した。これは、被弾した時の燃料漏れによる火災を防ぐためだったが、テスト時には排気タービンの加熱問題により、ただでさえ不調だったエンジンに悪影響を与えた。このため増加試作機では、他の多くの機種同様機体仮面に排気タービンを、 設置する形にすることも検討されていたという。主脚は90度回転指向法に引き込み式としたのも本機の特徴だったが、これは翼内に大口径機関砲や燃料タンクのスペースを設け、全円部切り火きを設けないための工夫であった。しかし、当時の日本の技術力では、このような複雑な構造を実用化できず、 足の動作不良のため5回のテスト飛行では足を出したままの状態であった。また、重武装、重装甲の機体で、機体の全備重量は約6.1トンという日本の単発戦闘機としては異例の巨体となった。試作1号機のテスト中は、エンジンの不調、排気タービンの加熱問題、主脚の動作不具合に悩まされ、5回のテスト飛行を 実施しただけでそのまま終戦を迎えた。ただし、操縦性は悪い癖もなく機84よりも漢字が良い機体ではあったという。結局完成したのは、この一機で、終戦時には二号機が完成直前であった。本機は、中島において試作された最後の戦闘機となった。中島機87出展、野沢忠、日本航空機総集中島編134ページ。 ありがとうございます。